本番も終わってみんなにも挨拶ができたし。あ、カオル。やあ、ちーちちさと、どうしたんだい。カオル、これから文化祭を回らない？あなたきっと暇でしょ。暇かどうかは私が決めることさ。でも君のようなわがままなお姫様のためなら。ありがとう。それじゃあ早速回ってみましょう。まずは外の屋台を見ましょう。羽岡の文化祭ってすごいのね。規模が大きくて驚いたわ。あ、カオル見て、綿飴だって。美味しそうね。おお、美味しそうだね。それじゃあ2つ買おうか。すみません、綿飴を。やあ、姫のために綿飴を2つお願いするよ。あら、あなたも綿飴好きだったのね、カオちゃん。いやー、綿飴が好きだとは。千里も結構お子様なんだね。どんなところも可愛いな。そうよ、私の味覚はまだお子様なの。さあ行きましょう、カオル。綿飴どうも。そのカオちゃんっていうのを人前で言うのやめてよ。二人の時ならまだいいけど。ごめんなさい、文化祭の空気に当てられて少し浮かれているみたい。もう楽しんでるならいいけど。あ、輪投げだって。景品は何かしら。行ってみましょう。次は射的よ。次は肩抜き？何でもあるわね。はあ、楽しかった。私こんな風に文化祭を回ったのは初めてなの。ちいちゃん、一体どういう風の吹き回しだい。普段なら変装してなるべく人と関わらないようにするのに。あなたといると芸能人の白崎千里じゃない私でいられるの。ちいちゃん。そう、今の私はちいちゃん。最初のうちはこんな私に違和感があったのだけど、今では徐々に心地よくなってきてしまって。カオル、あなたって不思議な人ね。そうかな。よかったじゃないか。素敵なファンの子だったね。私やっぱりジュリエットにはなれそうもないわ。え、どういうことだい。私は
白鷺千里だからという尺で何かを判断されるのがあまり好きじゃなかったの。でもあんな風にずっと応援してくれる人がいるなら、そのたった一人のために白鷺千里でいなくちゃ失礼じゃない。じいちゃん。いいえ、私は白鷺千里。バラはバラという名前があるからこそ美しくいい香りがする。やっぱり私はそう思うの。私もバラであり続けたいと思う。なるほど。君のその儚くも美しい決意、私はとても胸を打たれたよ。あなた、私が言ったこと本当に理解しているの？ああ、もちろんさ。つまりそういうことだろ。そういうことよ。そういうことさ、千里。